きまして、いよいよ最優秀賞の発表となりますが、ここでプレゼンターとして今回特別審査員を務めていただきましたこのお三方をお呼びしたいと思います。本日はトゥモローランドからやってきました、キャインの天野博之さん、宇戸鈴木さん、そして本田美優さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。どうもどうも、よろしくお願いしま す。もうオープニングから息のぴったり合った動きでございましたけど、いや、あの練習をした甲斐がありました。みゆちゃんがやっぱすごいね。みゆちゃんのキレがいいんですよ、ターンの。いい、勉強になります、はい。じゃあ、あの今日はですね、はい、キャインの2人は全てが可能になる世界トゥモローランドの住人をイメージした未来的な衣装、そして本田美優さんには、ね、映画トゥモローランドに登場します謎の美少女アテナをイメージした素敵な可愛らしい衣装で登場を、はい、しかも今日は3人特別審査員の方々ですけれども、理想の未来を考えてくれた優秀な人材をスカウトするためにお越しいただいたと。まさにそうなんですね。そうなんですよね、宇藤さん。はい、そういう目を受けてですね、この目黒ランドに来ました。目黒ランドじゃない、はい、トゥモローランドです。トゥモローランド、目黒区から来たんか、はい、お前、はい。それでは改めて一人ずつご挨拶をいただきたいので、はい、まず天野さんからお願いします。あの非常にギンギラの衣装が45歳の僕には浮いてる感じもあると思うんですが、あのすごく映画も楽しかったんで、それをアピールできたらなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、続きまして宇藤さん、お願いします。はい、今すでにちょっと背中がうっすら汗をかいています。これからの季節、この用意いただいたこのスペーシーなスーツを着て街に飛び出したいと思っています、後頭部を非常に保護する、やっぱりこのカバーが非常にですね、やっぱり頭を打った時どうやってまず受け身を取る際も後頭部を守らなきゃいけない、そういった未来の、あんた衣装の話ばっかりじゃない。天野くんは銀色のカナブンをイメージして、はい、カナブンじゃないよ、トゥモローランドの住人だよ俺は、はい、トゥモローランド、ぜひ皆さんと一緒に行きたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます、ね、ネバーランドみたいに言うな。さあ、そして可愛らしい本田さん、お願いします。はい、本田美優です。今日はアテナをイメージして衣装を着ています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、それではマスコミの皆様、ここからはフラッシュでの撮影はご遠慮いただきたいと思いますので、ご協力お願いいたします。さて、皆さんにはですね、今回特別審査員としてたくさんのイラストをご覧になられたと思うんですけれども、はい、いかがでしたか、天野さん。いや、もうこの自由な発想っていうのがね、もうあの制限がないわけですよ。未来ってどういうふうに思うかみたいな、でまた世代によってね、全然その思い描くあの未来像っていうのが違うんだなっていうのが面白かったですね。宇藤さんは。はい、未来をイメージした時に自然に筆が進んでしまった皆さんの思いが伝わってきました。未来っていいですね。そういったことをスローガンに頑張っていきたいと思います。スロー、はい、何の活動家なんだお前。スローガンに、はい、お願いします、はい、本田さんはどうでしたか、いろいろなイラストを見て。本当にたくさんのイラストの中の一枚一枚をの作品をもう本当に夢中で見ちゃって、うん、夢だったり、ね、希望だったり、うん、本当にすごいなと思って、なんか欲しくなりました。欲しくなりました。欲しくなったね、はい、うん、もうすごい作品ばっかりでした、うん、はい。さあ、ところでいよいよ、トゥモローランド6月6日から公開、はい、公開まであと2日と決まったわけなんですが、はい、うん、皆さんもすでに映画の方もご覧になられてるんですよね。これね、もう見ちゃったんですよ。はい、皆さんどうでした？あの僕はあの大阪万博のね、年に生まれてんですよ、はい、で天野博之のヒロ、万博のパクから、うん、で大阪万博の頃の未来の描き方っていうのが、車がこのチューブでね、なんか走ったりとか、うん、なんだろう、自動体洗い機とか、ちょっと楽しげな未来をね、想像してたところがあって、でそっからまたその何、地球の温暖化だとかそういう問題とかがいろいろあって、あれ未来ってちょっと怪しいんじゃないのっていう風になってて、でこのトゥモローランドを見ると未来いいんじゃないみたいな、そんな感じにさせてくれる作品でございます、はい、ワクワクさせてくれますからね、はい、宇藤さんはいかがでしたか。はい、
ウォルト・ディズニー氏とやっぱり思想が一緒だなと。思想が、お前師匠と崇めてた、やっぱりこう、そうなんです、未来を思い描くときにそれぞれこの世に生まれててからいつの時代もやっぱり5歳、10歳の時、30歳、いろんな時代にその先を、未来を夢見ていたと思うんですよね。非常に今こういったこの平成のこの世の中にこういった作品ができたこと非常に嬉しく思います。本人になりかわりまして、ありがとうございます。本人だろう、だから今の誰の意見だったんだよ。みゆちゃん、今このおじさんの言ったこと分かった？現代社会も難しいね、うん、はい、ちょっと困ってましたけどね、はい、じゃあ本田さんはどうでしたか、映画見て。はい、うん、本当に映像も美しくて話の内容もスピーディーで、なんかあっという間に感じました、うん、でも師匠を見させていただいた時にもうなんか本当にすごいなって、未来がなんかこんな未来が待ってたらいいなって思いました、うん、はい、なんか笑顔がキラキラしててね、いいですね、はい、ありがとうございますさあ、それではですね、表彰式に移らせていただきたいと思います、はい、いよいよ最優秀賞の表彰です。プレゼンターは引き続き、はい、お三方にお願いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、はい、準備できましたでしょうか。はい、それでは発表いたします。最優秀賞受賞者は、時とともに進化していく科学技術、空飛ぶ車、掃除するロボット、天気予報を伝えるホログラムなど、未来の子供部屋から見た世界を描いていただきました、東京都にお住まいの津田楓さんです。おめでとうございます。津田さん、どうぞステージへお越しください。皆さん拍手でお迎えください。受賞されました津田さん、賞状の授与、そしてカリフォルニアディズニーリゾートへの旅、さらにトゥモローランドの扉が開く鍵となる T マークのバッジが贈られます。それではまずキャインのお二人より賞状の授与となります。お願いします、はい、表彰状、最優秀賞津田楓殿、あなたは映画トゥモローランド公開記念理想の未来、いただきます。理想の未来イラストコンテストにおいて当初の通り優秀な成績を収められました。よってここに表彰し、未来を切り開くドリーマーの一員として認定します。平成27年6月4日トゥモローランド理想の未来イラストコンテスト事務局、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、続きまして、ウドさんよりトゥモローランドへの扉が開く鍵となる T マークのバッジをお渡しいただきます。はい、はい、津田さん、一緒にトゥモローランドへ行きましょう。さあ、津田さん、せっかくなのでそのバッジを胸元につけていただけますでしょうか。お願いします。はい、大きな T マークのバッジをいただきましたので、せっかくですから胸元につけていただきました。さあ、それでは続いて本田さんより目録の贈呈お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。